中央学院大学は、千葉県阿弥越久治家451に本部を置く、日本の私立大学である。1966年に設置された、大学の略称は、区宮中央学大、中央院大。かつては、中学大、中野院大という略称も使われたが、その後中部学院大学や中京学院大学が設立されたため、メディア等では、中央院大。 中央学大と表記されることが多い。高くす淳次郎南岩倉食い、大平正義仏教学者の高くす淳次郎らが、南岩倉食い男爵を初代校長に迎えて1900年に創立した日本橋簡易商業よる学校を起源とする大学である。戦後、新生の中央商科短期大学を母体に1966年、千葉県阿弥子町に小学部小学科からなる4年生。 短歌大学として設立された。開学にあたり、内閣総理大臣や、大倉大臣、外務大臣などを歴任した大平正義が、初代理事長に就任し、北海道開発庁長官や、自治庁長官などを務めた、川島章二郎が、高知の取りまとめを行った。公正な社会観・倫理観の関与 JR 阿弥子駅から、スクールバス10分、徒歩20分の場所にある。 正門から本館前広場が広がり、右側には本館、左側には図書館があり、中央には研究棟がある。その後ろには噴水跡と茶室がある、センター広場が広がり、5号館、6号館、食堂と勾配が完備された学生会館、体育館等がある。また、6号館1階にはセブンイレブンがある。2004年、 法人100周年記念館が完成したのと同時に創立当時からあった9本館、2号館、3号館が取り壊され一点に3は欠番となった。跡地は広場になっている。6号館1階のセブンイレブンにはセブン銀行 ATM が設置されている。国内大学、編集国際交流、編集アーコー、大学1982年。 協定締結に来たシタンスイクにある炭鉱大学は本学を最初の海外提携校として協定書を締結して以来30年にわたって学生の文化交流や学術資料の交換等が行われており1994年からは1年間の交換留学研修として毎年2名を相互に交換留学生としている。京気大学校2008年協定締結系起動。 水原市とソウル市に2つのキャンパスを持ち観光学とアートデザインに力を入れる総合大学。2009年度より1年間の交換留学プログラムが行われており、毎年2名の交換留学生を相互に派遣している。アウコー大学2012年協定締結対中止にある実業系の総合大学。本学とは大学院同士での交流を行っており、 現地の夜間大学院生の日本における大学見学や短期研修プログラム等の受け入れを相互に言っている。大連愛国語大学2009年協定締結1964年、当時国内唯一の日本語教育研究機関だった大連日本語専科学校を前身とし、現在は国際色豊かな高等教育機関へと発展。本学では同大学の 日本語学院を呼び、継続教育学院と教育提携を行い、大学院や学部への学生の受け入れを行っている。テグ大学校1999年、協定締結テグ資金校にあるテグ大学校。100万坪の広大なキャンパスでは14学部に、学生2万人が在籍する。本学とは、情報交換や研究、教育活動を通し、交流を行っている。 長春工業大学2009年協定締結1952年設立の長春工業大学は吉林省最大の都市長春市にある国指定の職業技術大学となった現在では7学部6大学院と共に3つの研究所を有し約1万8000名の学生が在籍本学とは大学院制の交換留学等による交流を行っている 箱根駅伝には、1994年の第70回大会から2019年の第95回大会までの間に、計20回の出場を果たし、シード権を5年連続を含め10度獲得している。2008年の第84回大会では、予選会を1位で通過、本戦では2区の木原正人、9区の篠藤厚志の活躍もあり、過去最高の成績となる、 総合3位に入賞。この時、死の藤厚氏は、金栗杯を受賞した。全日本大学野球選手権大会には、1988年から2016年までの間に、計7回出場、2016年には、準優勝を果たした。2007年の、第44回全国大学ゴルフ対抗戦、準優勝などの実績を持ち、プロゴルファーも多数輩出している。 関東リーグ一部昇格、全日本インカレベスト8、全日本大学ビーチバレー選手権大会、優勝などの実績を持つ。OB も2010年第16回アジア競技、大会金メダル、全日本チームメンバーの上場優也を、はじめ、V リーグ選手として多数在籍している。放送大学平成20、ありがとうございます。